それでも言ってくれるなら、それでも私と一緒に7月28日へ飛んでくれるなら、この手を握って。あのね、マユシーは今の話ちんぷんかんぷんなのです。でもね、そのマキセさんっていう人はオカリンにとっては大事な人だったんでしょ？だったら頑張るべきだよ、オカリン。57億人救えるかどうかってのはちっとも想像できないけどな。ごちゃごちゃ細かいことはいいから、その女の子を助けることだけ考えればいいんじゃね。そうすればモテ期到来確定だし。やるよ。結局俺がお前の手を握るように運命は収束するんだろう。一緒に行くよ。ありがとう、おかりおじさん。じゃあ乗って。ちなみにその手の話、二人乗り OK なの？もちろん、私の父さんが作った最高傑作なんだからさ、当然だって。なれば娘に愛されてる。言葉の意味はよくわからんが、とにかく父さんではなくお兄ちゃんと呼べ。オカリン、絶対帰ってきてね。言ったまま戻ってこなかったら嫌だよ。別に違う世界に行くわけじゃない。覚悟しちゃったら。携帯持っていかない方がいい。混戦するから。ハッチ閉めて。
時間はこれぐらいでいいかな。ギリギリすぎないか。このタイムマシンって場所移動ができないの。というと？例えばここ、つまりラジカンの屋上からタイムトラベルを開始した場合、どの時間へ飛んでもラジカン屋上の座標にしか到着しないんだ。まあ本当はもっといろいろ複雑な計算してんだけど、今は説明しない。とにかくそういうことなんで、発表会の前日に飛ぶこともできるけどさ、そのせいで騒ぎになって発表会中止とかになっちゃまずいでしょ。だからむしろ時間ギリギリの方がいい。なるほど。おじさんってタイムトラベルは初体験だっけ？あのな、おじさんと呼ぶのはやめてくれ。タイムリープは腐るほどだったが、タイムトラベルは初めてだ。ジョン・パイター曰く、かなりの G が発生して引っ張られるような感覚があるらしい。ああ、それ書いたの、私。ジョン・タイターのことか。そう、2000年に飛んだ時に。そうか。あんまびっくりしないんだね。改めてこのミッションについて説明するね。向こうに着いたらのんびり話してる時間はないはずだからさ。目的はマキセ・クリスの死の回避。アトラクタフィールドによる収束は？言ったでしょ、その日は分岐点なの。マキセ・クリスの死の可能性は大雑把に計算して 50% なんだよ。収束は起きないんだな。起きるかもしれない。うん、多分起きる。でもきっと抜け道があるはず。その抜け道こそがシュタインズゲートの入り口なの。それと一つ忠告を。ドクター中鉢には気をつけて。どういう意味だ？私のいた2036年では第三次世界大戦が起きたって言ったよね。その原因をたどっていくと中鉢論文に行き着く。ドクター中鉢が書いたっていうタイムマシンに関する文書なんだけど。しかし奴のタイムトラベル理論はジョン・タイターのパクリ。タイターがネットに書き込んだことは正しいということか。一部に嘘は混ぜておいたから、私が書き込んだ時はあんまり相手にされなかったんだけど。まさか10年経って再評価されるとはね。私の書いた理論をもとに独自の考えを加えたみたい。その完成度はとても高いらしいんだ。とにかくドクター中鉢はマキセ・クリスの殺された会場にいたんだよね。だから彼には注意しといて。彼もまた
世界線を大きく変えるキーマンのはず。じゃあ、行くよ。シートベルトを締めて。結構揺れるのか？揺れはほとんどないよ。たった3週間だから、ものの 2、3 分で行けるはず。最初に1975年へ飛んだ時なんかさ、6時間ぐらいかかって、暇で暇でしょうがなかったよ。なあ、もし仮にクリスを救うのを失敗したらどうなる？実はそんなに燃料はなかったりするんだよね。もともと入れておいた燃料はギリギリだから、2036年に帰る分の燃料もなかったり、つまり世界線を変えられなかったら私はこの時代に残るしかないんだ。あ、でも心配しなくてもいいよ。まだ2回ぐらいなら可能だから。燃料がないならどうやって2036年に帰るつもりだ？帰る予定はないんだよね。シュタインズゲートに行けたらこの時代にタイムトラベルしてくる理由はなくなるでしょ。因果が再構成されるんだ。ここにいる私は消滅して、きっと2036年で平和に暮らしてるはずだよ。というわけで、オカリンおじさんの頑張り次第。着いたよ。オカリンおじさんはマキセ・クリスをマークして殺されるのを阻止して。お前はサポートに回る。それと携帯を取り上げた理由と関係するけど、ここには7月28日現在のオカリンおじさんもいる。今世界に岡部凛太郎は2人いることになるの。いい？自分自身との接触は絶対避けて。深刻なタイムパラドックスが発生する可能性があるから。ハイターが言っていたことと違うが。あれは単なるフェイク情報。了解だ。じゃあ状況開始。終わったらこのタイムマシン前に集合ね。
すいません。クリス。私、あなたと面識ありました？いや。さっき、このビルの屋上から降りてきましたよね。屋上で妙な音がしたし、ビルが揺れたように感じたけど、それと何か関係が？一体何があったんですか？ドクター中鉢の仕込みとか言わないですよね。聞いてますか？すごい汗ですけど。質問に答えてください。答えて。俺はお前を。何です？俺が誰なのかはどうでもいい。それより、今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ？誰かその男をつまみ出せ。